マナおまんじゅうチャンネル。皆さんこんにちは、マナおまんじゅうチャンネルです。以前からマナは水はあまり積極的に取らないところがあって、前回の健康診断では尿路結石ができてしまったのです。結構同じ悩みを持ってる飼い主様もいるのではと思い、今回はうちでやっていることを動画にしてみました。簡単です。水に餌を浮かべるだけ。食いしん坊のマナはこの通り、あっという間に餌も水も食べて飲んでしまいます。食べました。お肉を煮込みます。それだけです。お肉は私たちが食べますが、残りの水を冷ましてマナにあげます。ちなみにこちら TikTok のコメントで教えてもらいました。飲んだ後もこんな感じ。余った分はペットボトルに入れて冷蔵庫で保存します。野菜を超適当に切ります。こちらを水と一緒にミキサーにかけます。お肉も水と一緒にミキサーにかけます。寒天を混ぜて火にかけます。容器に入れて固めたら完成。カリカリのせます。ダイエット食にもグッド。おいしい。ね、ありがとね。マナ、野菜や果物をおやつ代わりにあげます。マナはストルバイト尿路結石だったので、あまりアルカリに傾くものはあげてません。かといって酸性に傾いてもダメなので、こういったリトマス試験紙を使って尿の pH 値を測りながらいろいろあげてます。尿路結石器にならない子ならヤギミルクとかもありかと思います。マナはあげないわけではないですが、頻繁にはあげてません。そんなマナでも大丈夫かつ持ち運びやすいのが、私の動画にはたびたび登場しているペットスウェット。水に混ぜてあげるだけで飲んでくれます。ストルバイト尿路結石器の子も安心、持ち運びもしやすいです。ペットボトルも買ってみたよ。さすがマネちゃん。ハトムギ茶が犬に良いと聞いたので作ります。カフェインゼロだよ。今回は水出しで作ります。どうかな。気に見せなかったようです。いかがだったでしょうか。少しでも参考になりましたら嬉しいです。またこんな方法もあるよなどありましたらコメントで教えていただければ嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。